っち向いて俺のこと見れる？ごめん、泣いてんだろ今。大丈夫？分かった、ごめんごめん。終わろうね。うん、おいで、大丈夫だから。ちょっと抱きしめていい？出たもんね。なんで謝んの？そりゃ初めてのことだもん。怖いのなんか当たり前だし、最初からうまく言おうかわけないよ。もう一回、キュー。体固くしてさ、震えてるお前を無理やりなんてできるわけないよ。壊したくないから、すっごい大切にしたいと思ってる。だからゆっくりでいいんじゃないね。心配すんなって。言いたいことは分かってる。嫌いになんかならないよ。大丈夫。ねえねえ、もう大丈夫、本当に大丈夫だから、泣くなって。お前にがっかり？んなするわけないじゃん。あんね、こっち見て。これだけは忘れないでほしいんだけど、別に俺お前の体が欲しくて付き合ってるんじゃないし、自分の欲求を満たすためにお前とこうして一緒にいるんじゃない。分かった？キュー。ん？それにしてもさっきまですごい力入ったから、お前疲れたろ。目ギュッてつむってさ、口もギュッて、肩も上がってて手も握りしめてた。初めては誰でも緊張する。誰でも。あのさ、こんなこと言っていいかわかんないんだけど、俺ね、俺の話、なんつうか、女の子の初めてをもらうのも実は初めて。いや、だからなんかこう、もう正直どうしたらいいのか分かんなくてさ。いやごめん、聞きたくない話だよ。でもだからこそね、二人で確かめ合いながらゆっくり進められたらいいなって。多分だけど、もっと欲しいって思う時が来るからさ、それを大切にしていけたらいいんじゃないかな。ねえ、さっきからでもでもって何？心配？不安？ちゃんとできなかったら嫌われちゃうんじゃないかなとか、浮気しちゃうんじゃないかなとかって、そういう風に思ってんだろ。ああ俺ってそんな男に見える？ちなみにそんなことするやつはただのクズ。本当にクズ。もう変なこと考えんなよ、バカ。本当に。俺はね、こうして抱きしめてさ、お前の存在を感じてるだけでも幸せなの。心が満たされてんの。手貸して。
ならギュッてしないで力抜いてブラブラって。そうそう。で、俺の指にお前の指絡めて、うん、そう、上手。で、俺のこと見て。見れない？恥ずかしい？かわいいな。んー、じゃあさ、俺のまつげが何本あるか見て、数えて。うん、目つむっとく。いい、ダメ？だって自分のまつげが何本あるかの気にならない？だから数えてみてよ。うん。さあ、くすぐって。どう数えられそう？返事ないの真剣かよ。何本？今何本？話しかけたらわかんない？ごめんごめん。じゃあもう一回最初から数えて。くすぐった。ごめん、くしゃみ出そう。出ないけど。おい、すっげえ真剣だわ。もう一回。さっきまで口ギュッてしてたからさ、今いい感じに力抜けてて、すっげえ柔らかくなってる。俺のこと好き？好きだよって言ってみて。んじゃあ俺の後に続けていって。すきうんうん。で、そのまま力抜いて俺に合わせてて。愛してる。うん、全部欲しいよ。全部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 欲しくなる。壊したくないのにさ。今いいよって言った？頑張る？なんだよ、そういう可愛いこと言っちゃって。リミッター外れる、マジで。でも無理やりは嫌だから、怖くなったらちゃんと言ってよ。